かな。はい。あ、僕線ですね。じゃあ、まごさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これでまごあの山川さんの声は聞こえて我々に聞こえてなくて、はい。僕とまごさんは真剣勝負していくということですね。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。これで消えます。聞こえますはい。お願いします。はい、えー。これでお二人には私の声が聞こえなくなったと。 思われます。とでね、あとは山川さんの画面を見ないようにした方がいいんか。見えないようにしっておいて。よしあ早いですね展開が。さて,てじゃあ評価値の方を出していきましょうかね。これを。ええー、先手がスケさんですね。よいしょ。待って。浜さん浜さん,さん僕はねいつものように行きますからね。<laughs> いつもってどういういいことつものようにいつものようにちょっと遅れました、ね。やぐらくんでいきますから。はい。はい、えーっと。さあ,さ,あさあ、<で>さ,あさあ。で。さあ、原曲目。僕もこれを受けて、足を受けて。いきましょう。正しいのか、どうなのか。

なんだな攻撃の手を入れろっていう意見もあったんだけどこ,っちこれは上にした方がいいのかなどうなんだろうなちょっとわからへんなわからんな、まあ、一旦こうしてちょっと一応修正しました <laughs> うん どうなんでしょうか。さあ、一応修正して一応進んだので<っ>戻します。うんマホさんやってきたんすか。やってきましたよ。はい。細レンを玉を。細レンでマホさんがちゃんと玉を動かしてるのマジで驚きの驚きなんですけど。 さあこれが果たして囲いなのかということで飛車の近くにいますから危険な場合がありますねさあ5六に対して1三銀えそして角を引きました囲ってからですからねんせねまだねお二人しゃべる余裕があるということですねこれはね序盤ということで今日の目標はマジで あの見逃しをなくすというかおあ <laughs> これはここで玉を寄ってからちょっと待ってやばいぞこれ。ということでさあやはり積極的な真トさんの手が出ていますね序盤からこう積極的に仕掛けていくという棋風ですね。ちょっとどうしよう。これ したらやばいからこれなんか対策した方がいい対策したいけどこれどう対策したらいいのさあ迷ってみますさあ遠巻きに何かのアラームが聞こえましたけれどもいやこれもっと悩ましいなちょっとおら <laughs> さあここで飛車を向かい合わせるということでちょっとでもな、ま、飛車と玉近いのやめろって山岡さん教わったばっかりやってみるな <laughs> これはそうですねまあ <laughs> 矢倉としてはまあその時間持ってきますからねえっとまだまだいい勝負ということでしょうか一応画面下にですね えー、コンピューターの、えー、評価値と読み筋が出ております。<ー>若干現局、えー、面から遅れる場合がありますけども、えー、手作業で一応ついていくという形でやっております。いやこれ合ってたん、合っとったかな。銀が上がっていって無かったんかな。銀でこう、いやどうそうですね。やはり三、えー、級の銀は動かしたいところでしたね。 少し立ち遅れていいるという雰囲気はありますから、ね、ただまあ後手の銀もまだ3一ですから、はい、まあそういう意味ではいい勝負と言えるかもしれません。取ってもさあ当然5五歩をいった側ですからねこの歩は取りたいところですね。さあ取るのかそれ以外の手を指すのかということですね。 ええ、かったさあと動金と取りました。うん、どうでしょうか。サフをはやっぱり一本叩きたいところですね。<laughs> さあおとなしくゴールに引いておくのか、四六なのか、四五なのかと。うん ありますすけども、コンピューータの推奨は45ですね。これ非常に強気の手ですけれども助さんの棋風ですと5七金でしょうかうっかりね5五同金と取ってしまいますとそうですね同角同飛車あ同角に同飛車と取っても同飛車と取られ返してしまいますからまあやはり一回引くと。 ただこうなってしまうとこの金をいずれ6七に戻さなきゃいけないっていうことがそうですね非常に息苦しい形になってしまいましたさあここでどうするかというのがトさんの方としてもありますけれども結果的に銀冠のような囲いになって いるので、まあ、入場していくという守り固めるという手もありますし4二銀のような形銀を活用していくという手もありそうですねやはりこ,うここまでも何何、えー、例年の例年の、えー、傾向が出ていると言えるのではないでしょうかいやちょっとこれこの局面角が角を 積極的に出てきましたねただちょっとこれは危ないかもしれませんけどもあっとこれまずいなこれは刺してからまあ2六角と出られてしまいますけれどもまあまあまあ負の損であればということでしょうかねまあ そこうなるならいっそやはり4六角とか4五角としたかあ4五金です今失礼しました4六金4五金のような手を指してみたかったところですが一度引いたところなので上がっていくのはやはりちょっと気持ちとして難しいでしょうかねまあであればやはり3九の銀を動かしていきたいところですけれどもさあここ大丈夫かこれ。 さあ、どうでしょう。なんか、どっでやばい。大丈夫だな。大丈夫だと思うんですさあ、玉を囲いましたね。ここで、どういった手を選んでくるか。 いやさあ金引きをちょっと後悔しているようですけれども、まあ、ただまあ形としては五角お,おっと桂を端に跳ねて非常に軽い形でえー、持ってきましたねただちょっとこれは。 気になるところもありますね。クは比較的簡単に追い返されてしまいますのでちょっと1号歩からの傷は気になるところですねどうでしょうかさあお二人口数も少なく、ま、なってまいりました ここで飛車を回りましたね。 あどうでしょうか一応ですねえー、今解説している私の声は対局者2人には届いていないという形での配信を行っておりますその胸をなんかテ,レテロップなり <laughs> 概略に書いておけばよかったんですけどというか、えー、概略に書いてくれるのかなと私は思ってたんですが、えー、用意されていないので今来た方は混乱されてるかもしれません えー、解説の山門と申します改めましてよろしくお願いします。えー、っと現局面は4四角に4八銀、えー、5六歩とでよけたというところですね。さあ。 そしてここで真琴さんも考えてますねこう冒頭からは想像できないぐらい、えー、口数が減ってはまりました、えー、頭使っているようですねやはりまあ棋風通りですね助さんの棋風はやはり守りを固めるということで綺麗、えー、な矢倉が。 完成していますそしてえー、マゴッとさんの棋風としてはやはりえー、まあ素早く攻めの手をこう指すという気風でねやっていらっしゃるのでまあそれに沿った手ということになってきますが今回は玉をで比較的玉を囲っているというのがやはりマゴットさんの。 本局の、まあ、趣向というか、えー、作戦ということですかね銀冠が観戦していますあやっぱり、えー、ちょっと気になるのが1三の桂馬がうまく活躍できるかどうかというところがちょっと気になりますね1号歩からちょっと危ないのではないかということがありますからあこの辺が中盤の えー、焦点になってくるかもしれませんさあ1五歩行きましたねやはり行きましたここは、えー、とがめてみたいところですね、えー、同歩ですと1四歩と桂馬の頭に歩を1枚打つことで桂馬を取ることができそうということになってますから,からもちろんこの1号歩を同歩と取らなくてもですね次の手で1四歩と。 取り込んで競馬を取りに行くということができますのでこれ非常にですね受けづらいように見えていますねコンピューターの評価値も、えーえー、マイナス1300えマイナス失礼しましたマイナス1036ということで、えー、比較的大きな差がついているということになっております さあ、マゴットさんも考えてますねどうでしょうかやはりまあ大体こういう場合は助からないものは諦めてその間に別の手を指すというのがあ上等手段ということですけれどもただ一旦は同歩と取るよりないかもしれません 基本的には暴れていきたいところですけれども、えー、まだちょっと攻めの駒が少ないということもありますからここはマゴットさんの力の見せ所というところかもしれません。 さあここで5五飛車と五五飛車とこれは1四歩に対して2五桂ならばまあその瞬間桂馬は取られないということですね次の2六歩と打たれると取られてしまうわけですがうんあ失礼しましたちょっと。 手を読み間違えましたね。銀を上がって取って汽車を走って取ってどう今日でしたねすいませんえー、これは <laughs> これは <laughs>。 これはかなり差がついてしまったかもしれませんね桂馬を1枚に丸読っていうような形になりました先手のけさんちょっと1三桂馬という手がとがめられてしまった格好ですねそして香車もちょっと取られそうということになっていますね どううでしょうか。なんとかね駒の交換になればやはり5筋の位は非常に、えー、後手の主張ですからそこから何かえー、突破してねいくっていうような手を考えたいところですけれども。 ちょっっと時間を使っているか同居強く同居さあこの同居に対して当然同居もありますしえー、コンピューターは4六角を推奨しているようですね4六角を推奨している 同さ同郷に対して飛車が回ってきて飛車を回って。 どうしますかねえ1筋に強者を打つという手もありますあるいはいやーこれ 苦しますね、そして孫とさんがもう先ほどから全く言葉を喋らなくなっておりますね。やはりちょっと苦しいということを、えー、感じてるんでしょうかね。この、まあ、この香車をこう,うまく取り返せば場合によってはやはり5筋に強射を打つという手が、まあ、非常に強力ですので。 そういった形で逆転を狙っているものではないかと思われます。ただここは、スケさんとしてはチャンスが来ているという風に見ることもできます。1-6- 歩に強者の方を取らせて、1-5に強者を打つと。あるいは 1-6- 歩に同飛車と取ってくれれば、当然1-7強者と。あるいは1-8強者と。 えー、打つことができますから間違えたなこれ完全だ間違えた1七香と打ってきました駒音がないと気づけないんでちょっとゃっょじゃあ入れるかよしょ1七香間違えたと感じますがこれはまあ事前手と言ってもいいかどうか今1六歩 同強・同飛車うんにはなりそうですけれどもねそうやなこの時にどうするかですね同強車と取ってしまうとちょっと差が縮まってしまうかもしれませんからねただまあ取らないでぼんやりしてると当然 1七、えー、なりはですね角も効いているということで1七の地点に角も効いているということで非常に厳しいっていうことになりますから、えー、ここはちょっと力が試される局面と言えるかもしれませんさあここでどういった選択肢を選んでくるのか 先手の助さん考えてますねこれはやはり考えどころということですでしょうコンピューターはやはり同香をある程度推奨しているようですね、まあ、とりあえず取ってう飛車に1七歩と返して香車2枚取られるんですけれども 離り込まれることを防ぐということで、まあ、一旦仕切り直しで強者と桂馬の交換になったというふうに思って、えーまあ、仕切り直しとまあ玉の硬さでは先手が有利というような評価かもしれませんね。えー、しかしうん見れば見るほど。 東京都撮るよりないかもしれませんね。やはりこういったこう混戦というか局地戦ではやはりまごとさんに若干のこう有利があるんでしょうかね得意としていますからねこういった局所戦を非常にまごとさんは得意としています。 これかな,りかなり時間を使ってますね先ほどまで多分助さんの方が3分から4分ほど、えー、持ち時間でね有利をつけていたと思うんですけれども、えー、ここへ来てかなり消費時間の差が、えー、縮まってきていると、えー、いうことになってますからちょっとこの1七強者を境に。 形成がですねぐっと消費時間もないのか。これえ、同じとこに置けば。<ー>はい、ああ <laughs> あ,あぶね、近づいて。ちょっとこれ、大ピンチやな。さあ、やはり1七な成りとされたくないということはありますが、強者を取られたくないということもあると。 いうふうふに見てるようですねどうでしょうか ここでついに消費時間も逆転しましたね精神的にはおそしてしかし1六強者と取りましてまあ当然の飛車ですね。でえー、ここでまあ1七歩として強者2枚渡したことをまあ諦めるというかまあまあここは ちょっとやられましたということで謝っておくのかえー、3六歩という手もコンピューター読んでますね。 ただ、いずれにせよ1 7歩打たないとということにはなるでしょうかね。なんかないんかなんかないんかやはり1ゃ飛車なりとされるとちょっと嫌な感じですからね。 まあ2五飛車と1九飛車なりに2五飛車とすれば簡単には飛車は捕まらないいやからんなという感じはしますけれどもねまああるいは2六飛車をできるように角に働きかけるというような形になるかもしれませんがさあなんと1二なり 1> これは1 9飛車なりもあったところですが同飛車そしてまあ1三歩を1三歩で一旦まあ閉じ込めることには成功しそうですかね同飛車ですとおそらく同角りと切ってきますから時間ないなさあ同銀ですね一旦飛車の脅威が。 擦れたということでいやしかしコンピューターの評価値も先後逆転しましたね先ほど若干先手よしだったんですけれども強者を2枚渡したということでまあ駒の損得としては強者と桂馬を交換したという形なんですけれども。 ここに香車がないとちょっと飛車相手の後手の飛車が端からなってくるというかう防ぎにくいということを評価してますからねそして秒読みに入りましたね持ち時間を使い切っていますここ何手かでえ調考が続いてましたのでえ持ち時間がなくなってと。 いうことですね。こ,ここからがまあ難しいところですね。<秒>ちょっと待って、いやわからへんでそれは。四十秒。分からん。さあ四六。6分 <laughs> さあ今度は。 ちょっと角道が閉じてしまったということでどうでしょうかそうですね銀を引いて曲がる手もあったと思いますけれどもとにかく飛車を通すというのが寛容で、えー、これでかなりですね1筋は先手受けづらくなってますね強者持ってませんそして歩が1枚しかないということで。 例えばこれ1七歩と打ってしまうと2四香車のような手が非常に厳しくなってしまいますからね。さあそして4五歩と4五歩と、まあ、角を追いに行ったんですけれどもあそうか。さあこれに対してどう対処するか。 をどこへ逃げるかですけれどもおっと角をぶつける方向へ行きましたただこれは先手ちょっと嬉しいかもしれませんね同角同歩とさせてもらえればというところはあるように感じますけどね そうですね、やはり囲いの硬さで勝負したいというのが先定ですからやはり大間の交換は歓迎ということになるのではないかと思いますさあ角を打っていくんでしょうか5三角とか2一角とかありそうですけれども 2一角は1九飛車なりでダメですかねえー、ということで一旦は1七歩を受けました一旦はやはりね次に2一角が非常に厳しいということで一旦1七歩を受ける判断ここで5三角強いなマホさん

四強者がかなり厳しいってなっていますが。がそれん。それんな、成果出てんない、やっぱ、なおさんの。<laughs> <laughs> あん、どうしようかな。さあ。あん。 ここでりり病院に入りまささあさんも病院に入りました2四強者を見つけてしまえばかなりね。 有利と言ってもいいんですがおっとさあ2<っ>近くもまだもケアせずに対して当然の2近くさあそして1 <laughs> 分のところで取りに来ましたがさあ馬本、ま、さんは即座しという手筋もありますがゆっくり考えているこれで一気に 先手にに形成が傾いたように感じますね。この角金両取りはちょっと受かりませんから30<秒>まあ1一銀として1二角成同銀がおそらく最善ですけれども<秒>やはり飛車をなり込めそうだった飛車を取られるっていう展開ですからね。 あぶねえ、モモさんが。まずい。あっと1号車。1号車と逃げてしまった。これは金がタダになります。これは金がタダです。そして銀もかなり。これはまずいで銀もこれはかなり危ない状態になってますね。一気にまた再逆転ということですね、これは。 これは大きな最逆転がまた起こったということでしかもこの銀がやはり逃げるしかないんですけれども先手の飛車が乗り込めるということがありますからねおっと逃げないもらっちゃうおっとここで逃げないまずいまずいまずいここで逃げないさあ2 3飛車なりも確定してしまいました困りましたねいやー唯一残された道は2 4強車ぐらいですけれども 2四強車させてもうんちょっと駒を金銀をタダで渡してますのでねちょっといきなり厳しくなっていますがさあ我が道を行く4六歩これは2三飛車なりが大激痛これは2三飛車なりで綾がなくなってしまいそうですが。 <laughs> と,あとここで歩を払いに行くそれよりも2 4強者をケアしたいがお互いに2 4強者は気づかないまま対局が進んでいくようです。えー、ここでどうでしょうかね。 ただ、まあ、歩を取ったので2四<ー>強者はほぼほぼ、えー、まあ怖くはなくなったということはありますね。40秒さあ秒読みの声が。50秒入ってきますけれども。さあ5三強者 これは筋取りですけれどももし2四強射を打つために、えー、5五歩と使わせたいということでしたら非常に高度な境打ちですがそれであれば歩を取られる前に2四強射と打ちたかったあさあどうでしょう 当然5五歩とう<ん>受けても十分ですがおっと馬を引いてこう間接的に金を取れないという形にしましたね。さあこれどうするでしょうか。金を寄って次取りますよと。 いう形ですけれども、まあ、当然こうなってみれば、まあ、5五歩でも5四歩でも打ち得という感があります。さあやはり5四歩。えー、5二なりとされてはということが。 ありますからね、ちょっと差が広がってるでしょうかねやはり。<秒>さあ5二歩と受けるのか、まあ、5四強者と取るのかの2択かなというところですが<秒> <laughs> 50秒どちらを選ぶかおっとどちらでもない手で1四飛車とただこれはですね2三うん飛車まあ2車飛車なりは無理かじっと逃げていて<ー>そうですねじっと逃げておいて十分ですね 順2三飛車なりに4四飛車と取らせて5三歩りみたいな手もでも <laughs> 実は先手が良かった可能性ありますけれどもまあ落ち着いて逃げておいて当然、えー、当然いいわけですね。ああただここはまあ一旦5四飛車と歩を払ってということですかね。 分からんしかしまあ飛車がちょっと狭くなりますのでね50秒1難しいかもしれませんさあ歩なんとここ1六なるほどこれはもういつでも2三飛車なりとできるので。 もうほとんど無視して五三歩りでも二三飛車なりでもという局面になったかもしれませんね誠さんとしてはちょっとどこかで相手玉に迫るような <laughs> <秒> <laughs> 失礼しました相手玉に迫るような手をさしていきたいところですけれども<秒>さあ落ち着いて同歩 同歩さあ1六歩突いたからには同飛車でしょうね。さあ押して1七歩。<laughs> いや<ー>。催 <laughs> 眠なかったなの。 えー、伝統のごとさん伝統の一言が今回も聞けましたけれども30秒さあ下まで引いてこれは5三な成が激痛ですそして2三飛車成も激痛ですよねさあ2三飛車成を選びました いやー厳しい <laughs> ちょっとこれはどうにもならないといった厳しさ固めるさあ5二飛車と回りましたけれども実は5三の地点の数が先手足りていますうーん非常に厳しい まずい <laughs>。さあ、枚数が足りています。五三の地点の枚数が足りている。いやまずいの一言ですが、まおとさんどうでしょうか。コンピューターはすでに先手の勝ちを<秒>、えー、読み切っています。 ここ先手の勝ち読みっていますここでおっと5三を取らずに5三を取らずに一旦王手これはこれはどうでしょうかねまあ悪い手ではそこ歩そうですが <laughs> そこそうただえー、5四歩で 5 4歩で金が今度こそタダになりそうですけれども5 4歩に対して金が逃げるということができませんさあしかし落ち着いて歩を払ったこの辺りやはりケさんの棋風が出ていると言ってもいいでしょうねやはり。 この玉が先手玉助三玉が非常に硬いということで。孫とさんの方としても、こう、ちょっと綾の付け方が。なかなかないということがありますね。いや。三十秒。違ったかの、一言がありましたが、おそらく五四歩が <laughs>。静着だったのではないかということがあります。四十秒。さあ後手はなんとかして。 綾をつけたいということですね。何か綾があるような手はあるでしょうか。角を打ってきました。ただ、この角は大丈夫でしょうか。三場合によっては三球均と打たれると ちょっと角金交換になってしまう可能性がありますかね。コンピューターはもうそんなことは気にせずに7号系と攻めろと <laughs> い,い, <laughs> いうことですがさあ時間がない中でどういった手を選ぶでしょうか。ううううううあーちょっと待ってーなー。 さあ馬を上がって <laughs> おっとこれはこれは金がただにこれはいきなりなんか事件が起こったかもしれませんがただまあ5四歩を狙っているのであればそれほど悪い交換ではないかもしれませんねこの5四の金がただにはなるのでただ5六の金は一旦取られてしまいます5六の金は一旦取られてしまうでしょうおそらく。 そうですね、一旦取られていますねさあそして5四歩あるいは5九強。5九強も厳しいですねなるほど5九強が厳しいただそういった手を気づけない場合ですと単に金を渡しただけということになっているかもしれませんね そしてこういった展開は二歩が非常に起こりえますのでこういったところも注意したいところですねさあおっとし5四歩5四歩見えていましたこれは厳しい一着非常に厳しい一着 次の5三歩成も厳しいですからねそのままこの5三の金が逃げてしまうと<秒>ええー、王様を取られてしまうということで逃げることができません40秒さあ息を吐いて。 50秒、1、2 3 1> 画面は見えませんけれどもね苦悶の表情を浮かべているのではないかと。はい、<laughs> さあ2 2、歩とそして5ふ歩成と。 さあ、これで飛車の逃げ場所が。かなり少ないんですね。ああ<秒>、ただ、八に飛車とかしてしまうと、ちょっと自玉を危なくしているという。ともありますので。 さあ時間がないおお強く強く5三飛車さあですよ、ね、即座しでどう馬う、ま。 そして、これは大手ですからえ逃げ切る必要がありますがこれはどうやら必死急にまでなるんでしょうかいや詰んでいるのかな詰んでいるのかな んでますかね。<秒>集んでるようですね。もうあかん。さあ今日はいいですが。<laughs> すんではないですか。六一馬とかしないといけないですもん、ね。多分ね。さあ当然の大手。うん。あ筆者持ってますからね。六一金に。 同流同玉5二金から詰むようなことも全然あり得るわけですけれども<秒>あちょっと斜め後ろの駒が足りないということですかね。はい、さあ金を打って最大の頑張りを見せますけれども。 6二馬の手筋をけさんが発見できるかどうかが焦点になるでしょうか。うただまあ自玉非常に安全ですし後手の攻め駒がもう全然ないのでこうゆっくりやっていけば大丈夫ということはあるんですけれどもさあ6二馬を発見しました。 ドキンと取ることはできませんさあ玉を上がって。 さあ金を取って当然の7十馬からの詰めろですけれどもいや違ったかほぼ必死四十秒。 ですかね、これも7一馬からさあどこからかペットボトルを潰す音が聞こえていますがいや包装紙の音かな <laughs> これどうでしょうかね どうやったらいいんややどうやっても積みそうですが <laughs> 落ち着いて強者を取りましたかなりたくさん駒を持ってますからね実際ベタベタと打っていくと ななんとなく積むっていうことはありそうですがどうしちょっと後手としてはどうすることもできないということはありますけれどもいや分かしかしスケさんもまだ分からないスケさんもまだ分からないということはまだ分からないかもしれません。 ツッ <laughs> 込んできたさあ一旦落ち着いて今日桂、えー、馬を補充しました落ち着いてねちょっと手駒が足りないということがありますので落ち着いて桂馬補充ただ落ち着いているうちに、えー、お城はもう大炎上しています ここでスケさんは決めきることができるのかどうか、えー、一例は8二銀8四玉7五金などですが銀を打ってさあ9二玉ならば9三金のあ,あ失礼しました8一竜でしたね。 したがって8四玉しかありません8四玉しかありません8四玉に7五金と打たれると9五玉しかありません<秒>9五玉に9六歩と歩を突かれると<秒>え玉は詰んでしまいます <laughs> さあ さあ、一口水を飲んだでしょうか投了の準備かもしれませんがさあ金を打って <laughs> さあこだけ金あったら順卓 <laughs> 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 に順卓に非常に純卓な金で。 詰み、えー、はね見えているかと思いますけれどもおめだ <laughs> 最後まで指すようですそうかなさあ好きでもよかったですがぜい <laughs> に金を使ってああ<ー> <laughs> <laughs> ということでね勝利した <laughs> じゃあちょっと戻ってみようと思います 角打たれたとこでもう一気に悪くなっちゃいましたね角あそこの両取りを狙いに行ったところがもうあそこへ積みましたねいやでもあのあとちょっとポカミスあってちょっとやばかったないろいろ, <laughs> いろいろやばかったですね <laughs> お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、どうでしたかいやー、いろんな事件が。<laughs> <laughs> また。<laughs> やはり,まありま逆転に次ぐ逆転という感じで <laughs> え。これ、投了ボタンってどこにあるんですか、えー、投了ボタン分かんなくて毎回反則負けどあ投了ボタンは一番左上にあると思いますが、ね。あ、これか。そう 順番で逆転に次ぐ逆転で <laughs> 多分最初スケさんが良くてはははい、はい、はい、はいえー、でその後マゴトさんが良くなってははい、はいでその後またスケさんがよくなったっていう感じですね。<laughs> いやちょっと気になるな <laughs> 実況どんな感じやったんか。ですね、頑張って喋りましたけど。 ありがとうございます、本当に。一人で山川さん、喋らなあかんから。そう、だんだんね、お二人の声が、こう、口数が減っていくんで、これはそろそろ考えてますね、とか、適当なこと言ってました。これ今、山川さん動かしますいや、僕は動かしてないです。僕は動かしてました。さんだと思います。はいはいはい。ちょっとローカル再生しよう。えっよいっ動いって動かしていただいて、気になるところとか、 いやーやっぱ角の交換の時がもうそう打たれた時やべえって思いましたね。ああ交換するしかねえってなったんですよねあそこも結構あそこ追いつながれてて <laughs> そうですねあそこはあそこはそうですねそのと、うん、さんが有利になった後またスケさんが逆転したシーンでしたね。<う>一筋を突破されててほぼ そうですね。前ぐらいですかねそこはゴットさんが逆転したところですね。え、1> 1<回>あそこまでは、え、あそこで一回逆転やったんですかあそこまではむしろゴットさんにいいようにずっとやられてた感じだった。えっと、その前のところでは、えっと、強者を得したところでは、助さんがだいぶ有利でしたね。ああ、者車、強得しましたね、確かに。はいはいはい。あ、桂馬とかのあたりか。そうですね、あそこで。 その辺でちょっとそうですね景況経得ぐらいまでいったんですかね, 2>, すね2枚得してたところは多分かなり生産が良くなってたんですけど、うん、<laughs> おかしいなその後、そのもらった強者をえっ、ー、と、返すっていう形になってはい、はい、そこでマゴットさんが <laughs> だいぶ良くなってで でも真琴さんが良くなったところでこの核交換からまたスケさんが逆転したっていう感じでしたね。どこやろうこれって今僕のやつで動いてるんですかみんなで。えっと多分スケさんは今ローカル再生に行ってると思いますね。はいはい。あ今ちょっとどうぞ。最初のところどこっすか例えば。最初のところ。例えば。 えっとですね1三桂馬と跳ねた孫琴さんが1三桂馬と跳ねたあたりですかね。はいはいはい、ですよね36手目。はい36手目。これでまあちょっとこの桂馬が受からなくなったっていうところでこの後 <laughs> まあと1五歩1四歩みたいな手で、うんえー、この桂馬を取って。 でついでに強者も取ってみたいな感じになったんですけど、そうでしたね、そうでしたね。この系はまあ意味なかったな、本当に。そうですね、この系ちょっとなんか弱点になってしまったというか。<laughs> 確かに。狙いをつけてね、ここから、はい。っていうので、でのけどはい。ちょっとマゴットさんが不利になってしまったという場面ですね、この一三系。飛車と飛車が真ん中で向かい合ってるのはどうなんですか、これは。 あこれはえっとまあなくはない形で,ですね,ねどちらかというと多分ごとさんがやや無理気味なんですけど無,無理に攻めている感じではあるんですけど <laughs> た助けさんはその反発しなかったのでこう収まったっていう感じです,、ね、っっですそうですね<ー>その5えっと五六にいた金を5七に下がったんですけど、うん はいはい、あそこでなんか例えば4号金とかみたいな感じで反発していく可能性もあってそんな手があったんです、ね、そうですねまあちょっと怖いんですけど、うん、まあそういう展開もあってそうなるとやっぱり玉の硬さの差みたいなのが出たりはするんでまあまた乱戦になる展開もあって。 そしたらちょっと助さんが有利だったかもしれないぐらいのなるほど感じですけど,あどまあ引いてまあ5分ぐらいの感じですかね。なるほど。1三桂、まあ,あ多分そして今<で>それは僕には見えてないかな。はい、あそうか。これどうやって見るんだろう。<あ>えっとっえっとですねあの。 上のなんか帽子みたいなマークかな、はい、を孫こさんが押すとホストを誰に渡すみたいなことができてううで,でホストになってる人が一応この全員が見れる局面を動かせるみたいなここはやっぱ山下の顧問にちょっと,ょっとやってもらってあ多分今スケさんがホストになってるのでこれで僕が渡せるってことですか そうですね。で、一応対局者しか渡せないんじゃないかなあっ助さんと僕しか無理ですねあ,あそういうことか多分なるほどで僕今ホストはいそ,そうですねその自分のなんだろう名前の横にあの帽子マークがついてると横し,ああてしか,かなこれ見れますかじゃあ,あ、はい、今1三桂馬が見えました、ね、1, 3桂と言って で、ここで、戻して。角、ね、を追い払って。はい、角をちょっと、追い払って。で。これ、誰だっけな。うん。なるほど。金が来て、<で>金を攻めに来て。そうですね。これを本当の場所に戻す。そうですね。まあ、結果的には、まあ、この方が硬くなったということもあります、ね。角、ね、が使えるっていうのもありますけど。 あ、そうなんですよね。はい。て金が上がってきて、はい、で僕はこの辺で軒馬に狙いをつけて、そう,ね、そうですね。でちょっと桂馬が浮からなくなってるっていうことはあります、ね。軒馬あんま端っこにあんのよくないですか？もしかして。あんまりよくないことの方が多いですね。あ,あ、なるほど。これやめよう。<laughs> 基本的に <laughs> 基本的によくない。まあ例外としていくつかあるんですけど。うんまあ、基本的には。 悪いことの方が多いですね。この飛車の上がりがちょっと何やったんやろうっていうのはちょっと気になりました。<laughs> この狙いは。そうですねてっきり僕はなんか1五歩を取って1四歩打たれて飛車上がったのかと思ったんですけど <laughs> あの <laughs> 1一五歩取らずにだったのでちょっとびっくりしましたね。<laughs> なんで分かったんだろうな。<laughs> <laughs> これでちょっと。多<分>はい。 あれじゃないですかこの後の展開で強者が上がっていくだろうというのを見越してああそうかもしれない、うん、かなって思いました、うん、確かにで桂馬取れて香車取れて、はい、でこれ強者で取ろうかと思ったが歩で、はい、いったらええやんってなった 筆こう一個浮かせたら強者取られずに済むなってなっていや実はこれはえっと一三、えー、強者と取れたんですねあそうですかはい銅銀に銅角なりっていうことができるんですねおそういうことかはい角はちょっとそれは全く見えてなかったな <laughs> <laughs> なのでちょっと角なった方がやっぱ強いっていうのもあるので確かに確かにそれは前回からのねはいそうか そっちやったか。そうですね。その方が良かったかもしれないですね。なるほど。で、香車行って。そうですね。で、飛車角ね。こうしたんですよね。そう,ねそう、飛車を早く。一やったんですよ。はい、<laughs> 早く突っ込んで、こう、こっちあってやりたかったんですけど。いや、この飛車がね、かなり厄介で。あ、そうですね。この一七強者がちょっと、多分、悔やまれてはいたんですけど。 一八4に打うと思って17打っちゃったんですよね間違えてはい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 。まあ、どこがどうするのわかったんかなこれまあえっとまあもともとで言うとつまり一四歩がちょっと良くなかったっていうことではあるんですよねそういうことですねでまあ一四歩打ってこうなってしまったからにはまあもう一七歩と 一回謝っとくっていうのもまあ手だったってことですねその飛車回られてまあ強者取り返されちゃうんですけど、えー、あの桂馬1枚取ってるんでそれでまあ満足してっていう一旦っていうことかあと一番強い手は多分えっ、ー、と16歩 えっと1 5飛車に対して1六歩が一番強い手ではあったんですけどあこれに、ね、1六歩 1> はいほうそれ取られて 1> で1六1六飛車の場合は今度1七強者って打てるんですねなあなるほど,るほどそしたら逃げ馬がなくなるんですかあはい普通に1七歩って打てば 1六あ歩あって普通につかんで打てないですか。で同飛車の場合は1七強車って打てるということでこれ,これを動かせないですね動かせない動した,動かせたでこう取ったらこれに1七強車はいまあ1八でも一緒ですけども。 愛知八でも、ね。はい。そうすると。逃げ場がなくなる。一応飛車が逃げられなくなってるんですね。一応ね。確かにそうですね。まあなんで一七。まあ一七飛車なり同桂同角なりとかにはまあなるんですけど。一七。飛車なり,同系同なり。同桂。はい。同角なり。はい。多分。でも角なりは防げないということですね。まあでもまあ飛車をもらってるのでっていうことで。 なるほどまあ一回飛車逃げておいたりとかして 1>、うん、で1三とか1二とかの強なりが残ってるのでまあまあ悪くないと全然いいと特にあの後手は結構飛車に弱い格好にはなってるので、うん、守りがまあ局が一番下にいってことですか、ね、そうですねいつでも王手になっちゃうみたいな形でもあるのではい、はい、まあ飛車を持つっていうのは大きいっていうのと 相手馬作られるんですけどこっちの守りがかなりしっかりしてるんで、まあ、すぐにどうっていうことはないのでまあ飛車逃げとくぐらいで全然いいっていう感じですね。なるほどで実際は大きで,ですね今を打ってしまなていたいのでまあ、1六歩と打つスペースがあったっていうことですね。すねそうですね。はい、でこれで同香これももう同香しょうがないですね。<laughs> と飛車となりまして、で,でここでもう我慢は一七負なんですね。もう一七負でしもう泣きながら一七負と打って仕切り直すしか多分か。でも強者を取られてるってことですね。そうですね。強者取られる。取られ,る取られて一応強者と桂馬の交換っていう感情にはなるんで。なるほど。一応まだまあまあ,まあそのそうですね。囲いの差でまだ頑張りますよっていう。 仕切り直しという本当はあったんですけどここでまあちょっと強者をなってしまったがために <laughs> まあここで多分1九飛車なりが一番厳しいんですけどいやー厳しいですね<笑><笑>まあまあそうですねまあそこまではいかなかったのでまあ踏みとどまってはいるんですけどはいでも引き続きこれ まあ、ね、そうですねでなんとか飛車を止めて飛車止めてでここでね僕は何を血まよったかはい確か角の前と歩を上げたと思うんですけどはい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 そうですねなんかこれ飛車をこう言っといてよかったかなと1八飛車とかに1八飛車いい手だと思いますねですんかそうした方がよかったなと思いました後でそうですねそうです、ね、銀がまたいなくなってまた飛車の。<laughs> <laughs> あの、狙いが復活するの嫌やなっていうので、はい、そうですねそれがあったんですよねでこう銀また飛車が <laughs> 飛車がまた通ってきてと飛車なりが嫌やなっていうところでしたとそうですねでまあズンズンとい,い,いったろうと <laughs> <laughs> もう知らんということそうですね言ってたわけですけどまあここで角交換になっ,たなってしまったので今度助さんが有利になったっていうそうですよね,こ,とですねここでまた逆転よかったなっていうそうですねでまあここで負を打ってとりあえず侵入を。 飛車の死そうですねそうですね。たぶん誠さんとしてはその3合角とせずにまあなんか6二、うん、角とか一回引いとくとかしてはい、はい、逃げといてでその次1被写なりをずっと狙いたいっていう。例えば、 打ったとしても、はい、これは実は大激痛の一手があって大激痛の一手が実はあってまあ実際えっと実戦でもその筋自体はずっと出てたんですけど刺さなかったという大激痛の一手が実は孫さんの方にあってまごとさんからってこですよねそうですねこの局面で盤上この一手という手がありましてこれ歩が打っ 歩を打ったがために生じるんですね。あここの後ろに歩を打つ。えー、<う>後ろって18ってことですかね。一八歩とか。あではない、ではないんですね。歩を打ったがために。ために、歩を打ったがために先手がどうなったかということですね。逃げれなくなった場所がある。ん<ー>、<う>ちょっと、まあ、ある意味ではそうなんですけれども。 駒台がどうなったかっていうのをちょっと考えます、ね。あ、不切れですね。あ、そうですね。歩がなくなってしまったんですね、駒台に。じゃあ、強車を打ったりとかできるってことですかそうですね、うそうです。強者です。強者とか,とかそうですね、24強者がものすごく厳しい。24強者に僕は何も動けないから。ここはい。これはもうこうた<ー>とああ、そうか。そうですね。例えばそうですね。ただこれで強なりが。 そうですね実現する実現しますなるほど苦しいなこれは <laughs> ちなみに引き続きその5一強者みたいな手もあるので5一強者。はいまあ5三でもまあ5四とかでもいいんですけど5筋に強者を打つと あでもまあ、まあ今先手番なんで <laughs> あれですけどあは、ねはい、まあなんか頑張って受けるかもしれないまあ頑張って受けるかもしれないですけどなんかて適当な手を指すと5一強車とされると次5七歩成りが受からないんですね。これのまた適当なやつを打つ 打つってことでですすよねねまあそうです、ね、なんかやってもナ七歩成がどう,ど,うどうやっても無理なのか <laughs> そうなんですよ、ね、で絶対香車となんか大きな駒が交換になってしまうっていう確かに激痛大激痛いうのが、まあ、ずっと残ってくのでねなるほどな不切、はい、れと怖いということですねそうですね これ歩があれば5八歩と打ってどうということはないんですけども。はい、はいで、さっきのその2四強者っていうのも歩があれば2五歩とか打ってどうということはないんですけども歩、ね、がないと。なるほどだからそうですね引いておけば。 ここに負を打つことができないっていうことなんです、ね、まあかなりそうですね打,打ってもまた別の手で攻められてしまうということがあるので、はい、そういうことですねはいでこうなってこうなって、まあ、各交換できましたとそうですね一旦守っいやあそこが一番まずかったなそうですねでまあでこの、はい、打って そうですよね、今だから打てるってことですね。この場面でも打てたってことですあ、そうです。この場面でも2、4、強者打てます。強者が打ててるってことですね。はい。はいはい。確かに。確かに。じゃあ、これはこうじゃなかったのか。飛車の成り込みを防ぎたかったんですけどね。まあ、そうですね。まあ、もう、うーん。 難しいとこですけど <laughs> まあ結果的に防げたんでまあいいっちゃいいんですけどまあもう1七歩打たずに2一角とかでもよかったのかもしれないっていうのははいありますね。いやんかそうなると1九飛車りに来られて嫌やなって思ったそれはもちろんそうですまあなんか2六飛車とか逃げるぐらいしかないんですけど。 結果的に打てたんでこれはかなり先手有利になりましたそうですねここで取れて、はい、金銀とポロリとそうですね金も銀も取れたので <laughs> 金も銀も <laughs> かなり大きな差になりましたね <laughs> これなぜこう銀は逃げないというのはあったんですかなんか孫さん的にはいやもう無理だなって <laughs> 死を悟りました急ぎより先よくはい それ何かいい攻めてないかなとか思ってましたけど無理でした。はいはい、はい、でこうなってとりあえずこの辺の歩が歩 <laughs> が嫌やなのとちょっと歩がないのは嫌やなっていうんで。<laughs> まあそうですね。まあこの歩の補充でついにあの24強者の筋がなくなったっていうことでもあります。 普通に飛車なりで良かったなって思いました。今見てて、皆さそうですね。飛車普通に二三者なりで良かったと思います。二三者なりで,、ね、で強者を打ち込んできて。はい。あ、遅い。<laughs> <laughs> そうですね。ちょっと。ワンテンポ遅かったって感じか。<laughs> まあ、それで、そうですね。こう間接的に大手みたいになって。あ、そうですね。 この後ははちょっとまあ苦しいやっぱり金銀2枚 <laughs> 渡してしまってるっていうことでそうっすよね非常に厳しい状態ですねまあ、ね、が来てこうなってが来てふは取ってこれはまあそうですね まあそうですねそのまあもはや無視して三あすみません五三なり,不りでもまあ全然先手は強いんですけど <laughs> なるほどはいで龍なってですねでまあそうですねで,で同金に まあここ同金にまあ同馬とか同竜でもよかったですけどあそうなんですか <laughs> はい相手の相手の金1枚取れるのでああまあそっか金そっか金も飛車も取れるか<あ>どっちみちそうですね金と飛車を取ってこっちは馬か竜を渡すっていうことになるんでうんお得なんですね金1枚分ああそういうことですねはい せっかく作れたしなと思って。作れたから <laughs> そ、ね。<laughs> それはもう。<laughs> まあ、それであれば、角から切れば。飛車、あの竜は残るので、まあ。なるほど。はい。で、まあ、竜になって。ですね。そうですね。で、これがね、いまいち良くなかった。まあ、そうですね。ここで、まあ、多分一番厳しいのは五四歩。で、後、後出てきた数字ですけど。 あそうなんですよ、はい、これ5四歩打てばよかったって後で気づいてそうです、ね、戻したはいはい <laughs> こっちやーってなってそうですね間,間に合いましたけどもはい<笑><笑>でここでね戻したのはまずかったんですけど実際あまあまあ、うん、そうですねまあなんか一番辛い手は多分3九金ですけど ここでですか。はい。かまあ、角の行き場がなくなるっていうことですね。確かにこれ思いつかないかったな。<laughs> 一番辛い手はそれですけど、まあ、ちょっと友達をなくしそうな手ではあります。<laughs> <laughs> なるほど。確かに、そうか。はい。でも、実際はここ。まあ、そうですね。まあ、金取られるんですけど、まあ、大したことはないっていうことはあります。なるほど。あの、五四歩があるので。はい。 5四歩やっと打てたとはい取り返せるのであれ真吾さんいるかなはいはい <laughs> <laughs> いやもうこっからもう終わったなって思ってましたまあそうですねなかなか厳しい形勢ではありますそうですねい1枚ずつ剥がしていくっていう感じで そうでしたね。なんかもっとうまい攻めがあったのかなって思いつつ。いやまあ、たぶんこんな感じだと思いますよ。あ、そうですか。たぶん。まあ、竜で取って、まあ、馬で取っ,で取ってもよかったかなと思そうですね。たぶん、馬で,馬で取る。馬を取り返せるんで、ね <laughs> えー。馬を取り返せる。あ馬を取、馬で取ると。はいはいはい。 この馬を竜で取れたなと思ってははははいはいはい、はいそうですねまあまあどちらかというと詰めろになってる、まあ、詰めろ馬取りっていうことですねその馬逃げると,、えー、っと8三馬から多分詰む8三馬から詰むそうですねまあ今この瞬間馬があの8三に聞いてるんで多分まだ詰まないかもしれないんですけど ああそういういことかれこれ馬を逃げると8三馬から、はい、同玉に同玉しかないのかそうですね同玉の一手かはいにでまあ8一竜として8一竜としてああ、はい、でこれには、まあ、こっちに逃げるか7四に逃げるか、はい、7九に逃げるかだけどまあ 七四七七四四ですかね、多分。だと一手詰めになりますね。頭金で終わっちゃうのでううまあそれもえっと一手詰めですね。う,ね <laughs> <laughs> うんこれは合わせる感じですか。えっとまあ合駒角合いだとテス、まあ、は伸びるんですけどま詰、あ、みではあるっていうことです、ねね。なるほど。えっと三手一番長いのは。 5テスにななるのかな <laughs> まあんまりんか手数の長さの意味はない感じの形ですけどまあまあでも別にこれでも即積みではないがというぐらいの差で。でまあそうなって入れて,、はい、入,れて入れたんで竜で取ってで桂馬取って。はい で、この桂馬通ったところで、はい。逃げられたら厄介やな、思ったんですよね。はい、まあ、それは一緒ですけど、ね、金打って。追い返せるんで。金でいいのか。はい。まあ、金、でも銀でも。あ、そうか、まあ、どっちにちそうか、逃げても金でまたや。そうですね、九筋に逃げると頭金でいって、済みになってしまうので。まあ9、九三玉しかないんですけど。 まあ,普通にまあ馬入っても銀打っても何でもよいとあるいはまあ8四金打ちとかでもいいですけどね八四これでも8二でもいいんです8二銀でも8二銀でもいいです何でもでな大手したら多分全部積みぐらいの <laughs> なるほど, <laughs>、はい、ぜど多分どの大手でも積みますね はい。これでも積む84でも積,あそれで積みますねこれで銀で取ってはい同竜として同竜としてはい。取れない取れないで下がる1個1個下がるしかなくてまあ銀でる金でも銀でも積みですねああ確かにこうかなるほどそうですねうん、うん、なるほど いや、ドラマがありましたね。<laughs> 強者の使い方を学びました。そうですね。<laughs> いや、でも、孫さん、めっちゃ強くなってて、<laughs> いやいや、全然ですよ。<laughs> <laughs> 上下で重なってる時、強者を置いたら、うまいことになるっていうのを学びました。そうですね。上下で重なってるああなんか、歩が、歩でこう、遮れない場所に強者を打つのは、大体強い場合が多いですね。うん ああ、そういうことですね。あと、フギレはだいぶ痛いっていうのを学びました。フギレは痛い。そうですねあ。特に相手に強者とかあると非常に痛くなることがあります、ね。フギレと強者ですね。なるほどな。そうですね。その,その 2, 2セットがあるとかなり厳しいことがあります。うん、どうですか、まあ、あの山川さん見て、僕らの、はい、あの、 とんでもなないいミスみたいなのはやっぱりありあましたかあったかまあそうですねでもまああのなんだろう、まあ、形勢悪くなりきった後だとまあもうしょうがないところはあるんで、えー、まあそこまではそんなにないのかなっていう感じはありますけど<ー>あの多分真琴さんが議員を渡して。 金取られた後、銀をただで渡したやつぐらいかもしれないですね。<laughs> 諦めの。そうですね。あれぐらいかもしれないですね。<laughs> <めの S 1> あとは、なんか、まあ、なんていうんですか、しょうがないっちゃしょうがないみたいな。その、まあ、ちょっとうっかりみたいな感じの方が多かったですかね。はいはい、その、明らかに、その、あの、銀、諦めたのは、多分、銀取られることは分かってて、別の手を刺しちゃった。っ ではいるんで、うん、うん,う,んうん、まあそういう種類の手はあれだけかなという感じはしますかね。だいぶ僕らもう上手くなってきたんちゃいますか、まおさん。いや、僕そんななんか囲い,いとか全然習ってないんで、<laughs> 習ってない、<laughs> 習ってないし、<laughs> い勉強してないんで、<laughs> ちょっとそこで差がついてる感はありますね。 そうですね<ー>なんか飛車がいる方に玉を囲い出したのはなかなかびっくりしましたね <laughs> 最初の方ですけどなかなかないですからね飛車と玉を近づける <laughs> そうですね、まあ、でしかも結局逆サイドいってたからな飛車そうなんですね飛車 <laughs> 飛車をこう反対にまた持っていくためになんか銀を動かすみたいな感じになってマモットシステム <laughs> マゴットシステム出ましたねじゃあなぜ先に飛車を動かさなかったんだろうみたいな。な <laughs> なるほどな <laughs> 飛車を動かしてからの方がスムーズに玉をそのに、まあ、右側というかご後手の目線だと左側になりますけど確かに,に持っていけたかもしれないっていうのはありましたけど。確かによう持っていきましたねら <laughs> そうですね 結果なんか銀冠みたいな囲い,いになっててちょっとなんかすごいなと思いましたねやはり伸び伸びた伸び伸びとした手に定評のある真さんなんで。<laughs> じゃあ次は。次は玉を角の方に移動するっていうのを目標にします。うん、そうですね、まあ、まあ飛車の反対側ならまあいい、ね、飛車を反対側に動かしたら飛車がいたところに行ってもいいし飛車を初期位置で使うんだったらまあ角の方に 行った方がいいしっていう感じですね。ちょっと次回の目標にしよう。はい、<laughs> それだけで結構ね。やっぱ守備力が上がるんで。<laughs> うん、よく動かしてきたからな。今回孫さんがそうですね。今見なかった。展開でしたから。ただやっぱりその55分のあたりはこう。孫さんのスタイルが出て。だから。<laughs> 焦りましたけどね、僕これ。ね、やっぱ焦ってますからね、<は>まそのやっぱすけさん焦ってるんで、ある、ある意味有効なんですよね。<laughs> そういう意味で。<laughs> やべえってなって <laughs> これは防げねえってなって。<laughs> <laughs> そうなんね。これ非常手段やなと思って、五八。しゃってええー。えっと、もうめっちゃ近づいちゃって、このオートで書くと。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。狭くなりましたね。狭くなりましたね。これ、まあ、ただ、これ自体は、まあ、なくはないですね。形としては。うん そこで飛車でん取、ま取。取っちゃダメですね。<laughs> これは。相手に取られちゃうんで。ゃでね、そうです。同角、ね、同飛車同飛車にはなっちゃうんで。取っちゃだメだなと、はい。だ、まあ、四合金みたいな手が一番なんか強気な手というか。うん、積極的な手ですね。なるほど。ああ、そうか。 こまあもう多分まあそこ行ったらまあ5五金でも今度いいんですけどねああそこあそっか角道止まるからそうですねそうですねで相手歩がなくなっちゃうので出た歩切れそうなんですよ次だから5四金っていう手がまた厳しくなってたりしてああ5四金がはい。 例えばなんか4五歩ってやってもまあ5四金でもいいですし5四歩でもいいですしみたいな。なるほど。多分一番かっこいいそれっぽい手でなんか読まずに言うと5三歩ってやって同飛車に5四歩ってやってでまあ飛車をどっか引いて。 いてで、えー、と4五金とか4五金って、はい、やると後手は、えっと、5二歩とか打つしかないみたいな感じになっててああ5二歩ああまあ要するにほっとくと次5三歩なりってされちゃうっていうことですねはいはいでもふさなりは 五三振なりはでも、飛車で取ればよくないですか。それどう飛車なりって取り返されちゃうんですね。あ、そっか、そっか。<laughs> なので、五三振なりを受けないと、何かしら受けなきゃいけないんですけど。もう飛車がもう、なんか悲しい状態じゃないですか。す<ご> <laughs> 苦しいですね。非常に悲しい状態になるんで、<laughs> まあ、これな。ると、まあ、かなり先手がいい状態になっていると。なるほどな、これはちょっと見えないな。いうことはありましたね。 なるほど。いやありがとうございます。いいえ楽しかったです。僕は次回この1三角が1三角が効いてるってことを忘れないようにしそうですねヤグラの囲いをこうやってやるときにはすごいよくある筋というか。1三に効いてるんだということですね。そうですね1三と2四に効いてるっていうの一1三と2四が。非常にヤグラ 矢倉囲いをした時の攻め方としてその辺を狙っていくっていうのはよくありますなるほどいやー次また強くなって <laughs> なんか一つかっこなんえか何とかかっこいいな,い<え>な,いな習ってこようかな一つそうですね一、うん、<laughs> 個習うだけでもねとりあえずそれやればいいっていうのもありますから <laughs> いやーもうどんどんやられちゃいますから、ね、それでねタモ <laughs> さんに シソレティガラマゴスさんが多分そう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 いうそ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 ういうそうそうそういうそ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 とそうございましたそう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 う 友人言ってるんで、<laughs> あ,<の>ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。あの、勝手なことを、ぼそぼそとってました、ね <laughs> はい。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。じゃあ、配信の方は、はい、切りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。